山頂付近の電波中継投上山は、東京都八王子市と神奈川県相模原市緑区との境にある山である。他の上山と区別するために、小仏上山と呼ぶこともある。標高670.3メートル、高尾山に隣接している。東海自然歩道、奥高尾重走路、関東触れ合いの道が通る山でもあり、多くの登山者に登られる山である。 この山と隣の影のぶ山との間にある峠が、甲州街道の関所が置かれた小仏峠である。名前は、戦国時代以前に小規模な山城であったことに由来する。山頂には、NTT の電波中継塔がある。下記の方法で登れる。山頂には、神奈川県側の上山茶屋と東京都側の春見茶屋という2軒の茶店。2013年に、 全面改装された公衆便所が設置されている。水道はない。山頂付近には半野生化した猫が数頭おり、人間によく懐いている個体もある。日影沢からは林道費、影沢線が伸びており、普通車1台分の幅を持った簡易舗装、ダートの路面が通じているが、山頂より 1km ほど手前のゲートから先は NTT の専用道路となっていて、 一般車は通行不可。このゲート周辺に展開可能なスペースはなく、前線にわたって離合も困難なため、特に山頂において作業が行われる、期間中は車両通行の際は山頂まで連絡する、胸、林道の起点付近に掲示されることがある。ウィキメディアコモンズには上山に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。